宮原です。ふみです。バカ TV です。今回駒澤大学やってきました。はい、駒澤大学キャンパス調査やっていきたいと思います。おー、出ました。まあ、どんな大学か正直あんま知らないです。あ、本当ですか。はい、いつも中途半端ばっかり言って内容知らないでしょ。内容知らないんで、じゃあ実際学生にね、どんな大学なのか聞きたいなっていう、そんな企画ですね、はい、今日は。そうですね、皆さん一緒に駒澤見ていきましょう。皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。そういうこと。キャンパス調査スタート。分かって TV。 じゃあ駒澤大学のお兄さん見つけました。はい、学部と学年聞いてもいいですか。 GMS 学部の1年生。 GMS 学部、はい、何ですかそれ。グローバルメディアスタディーズ学部。はー、かっこいい学部あるね。ね、俺もう戦後に降りてきたやつかと思った。GHQ やそれ。それは何する学部なんですか。英語がメインで、はい、その他に情報系とかマーケティングとかも。なー、なるほど。広く薄くがやめろ。どうですか駒澤ライフは。オンラインが、まあ、やっぱりね。あ、なるほどね。今年の冬から結構対面が増えてって、はい、おようやく大学生活が始まるかな。なるほど、なるほど。お兄さん出身はどちらなんですか。出身は自分山形から。山形。山形の高校からじゃなくて海外の、はい、海外。え、どちらなんですか。中国の。中国の高校で。在中国哪里。你从哪里来的。お、中国語で会話してる。年次年次シェンマディファン。北朝鮮の上ぐらいですか。ああ。中国語じゃなくて、はい、朝鮮語。あ、朝鮮語なんですね。あ、アニョハセヨ。アニョハセヨ。いやいや、そうやるとりだ。駒澤ならではみたいな授業。それ知りたいな。それ聞きたいです。必修科目で、はい、仏教と人間っていう授業。おー、なるほど。仏教絶対受けなあかんねや。そうですね、どの学部も絶対必修。髪の毛ちょっと仏教系の学校にふさわしくない。確かにね、ちょっと、ね、啓発した方がいいんじゃないですか。いやいや、啓発。サークルとかは。サークルとか。サークル、LINE グループ300人ぐらいいる。あ、サークルね。めっちゃ多い。じゃあちょっと所属はしてるんや。一応結構あるんです。どんなとこですか、サークル。何サークル。韓国サークル。あ、韓国サークル。あ、なるほどね。大学生のラインとか俺気になんねんけど。私どんなのがね、結構活発に動くんですか。活発に動くところもあるんですけど、はい、友達がテニスサークル。お、はいはいはい、テニスサークル。最後になんかラインがしてたのが7月とか。つまり死んでるってことですか。死んだサークル。極楽浄土に行けたらいいな、そのサークル。じゃあ、駒澤大学のお兄さん見つけました。駒澤入って、こう、なんか驚いたこととか、いいなって思うこととか、なんかないですか。校内に丸亀製麺がある。じゃあもう結構行列になるんじゃないですか。あ、結構並んでます。あ、ですよ、ね、そうなんだ。他なんかありますか。他ね、仏教学部だ。仏教学部。仏教学部ってこれどうなんですか、ふみんさん。これは穴場中の穴場です。穴場なんですね。検査値鬼低いです。マジっすか。学習院大学の歴史学科とかも先生も東大から来てたりとか。おー、いいです。いいとこ多いですけど、駒澤はどんな雰囲気なのかな。ね、やらかした先生。やらかした先生。え、さっき慶応の教授がアパートからパンツ盗んだみたいな事件ありましたよね。じゃなくてオンライン授業中にアダルトビデオ流してます。教授が。学生じゃなくて。僕その人の授業を取ってたんですけど、はいはいはい、先生変わっちゃって、いなくなったんだ。煩悩まみれ大学やないか。やめろ。何をしてたんやろね、その先生。何の授業。倫理学か。倫理ない。全然倫理ない。一番倫理を学べ。いやいやいや、お前もだけど。俺もか。いや、もうめっちゃ夜になってもうかな。ね、もうすっかり夜ですね。駒澤大学のキャンパス調査、こんな夜中まで頑張る必要ある。いやいや、あるでしょう。ちゃんといいとこ伝えないと、受験生のためにも。いや、どうせインタビューしても丸亀製麺があるとかしか出てこへんやん。そんな中途半端な理由以外もいいとこあるよ、きっと。あるのね。ありますから、ちょっと探しましょう、ちゃんと、ね。もうじゃ頑張るわ、そしたら。ね。はい。駒澤大学の女の子見つけました。はい。駒澤大学、まずどんなとこ就職してんのか。あ、そうですね。ちょっと気になりますよ、はい、就職事情。はい。ざっくりどんな感じなんですか。知り合いに多いです。おー、まあ、経済学部ですしね。駒澤大学お金の計算できるのか。やめろ。まあ、ちなみにちょっと BM 補足すると、駒澤大学は割とまあ男子は結構そのゼネコンとか不動産とか多いです。あ、そうなんだ、はい。お姉さんはどうですか、就活とか結構苦労しました、それとも順調でした。ぼちぼち。可愛いな。お姉さんちなみに何系行くんですか。私はジムより。あー、いいですね。あ、誰でもできる感じのね。ジムってこういうやつですよね。おー、そう、ジムリーダー。おー、おー、あれ、あ、違います。こっち。あ、全部可愛いな。ね、全部可愛いですね。どんな感じでした、駒澤大学のキャンパスライフは。かもなく、かもなく、かもなく大学。やめとけお前。なんかサークルとかどうでした。ダンスサークル。あ、楽しそう、はい、いいですね。めっちゃ楽しい、はい。あ、青春だ、はい。恋愛事情も聞きたいです。あ、確かに。今彼氏さんはちなみに。いないです。あ、いない。意外だな。4年間でなんか彼氏さんとかどんな感じでした。一人。お、一人。駒澤男子ですか。そう、サークルの先輩です。
えー、いいですね。あのかっこよかったですか、その先輩は。ダンス上手でした。あ、まあ、ダンス上手、ね、いいですね。こう好きになったきっかけとか、もし教えてもらえるの。なんか合宿の時。うわー、出ました。サークルの合宿、はいはい、雨が降ってて、練習場から傘さしてね、それでこうやってアイアイ傘をして。あ、そうです。うわ、優しいな。あー、はい、雨降ってこい、雨、ちょっと雨ちょっとさしたい。降らない、降らないね。ね、残念。大事な時にね。はい、駒澤大学のお兄さん見つけました。え、どうですか駒澤大学は。まあ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 、ね。平凡大学。やめろ。どうして駒澤大学選んだんですか。部活で入ったんですよ。あ、スポーツ推薦みたいなことです。えー、何の部活やられてるんですか。バレーボールです。あ、バレーボールが強いんだ。深いっすもんね。どうですか駒大の魅力とか他あったら、うん。学食に丸亀があるとか。あ、丸亀製麺でした。ちょっと2人目なんですけど、駒澤大学って丸亀製麺しかないのかな。やめろ。さすがにあるでしょ。釜揚げ大盛りで言うて。いやもう大盛りが無料なんです。大学でそれがでかい。すごい。いや、それでかいね。いや、大盛りだけに。駒大の女子校だとかない。あ、そうだ、バレーボールモテるでしょ。ね、一度も彼女できたことない。あ、そうなの。でもやっぱスポーツ推薦やと相手にされへんから。どういうこと、なんで。いや、全然いいでしょ、むしろスポーツもモテるでしょ。あ、そうか。駒大大学スポーツ推薦も一般もそんな変わらへんから。やめろお前、何言っとんじゃんお前。なんか駒大のいいとこ教えてくださいよ。そうそうそう、この前となんか負けっぱなしよ、うん、いいとこは、はい、あれっすかね、丸亀が。結局そこ。はい、こちらですね、駒澤大学もすぐ横にある特別なスタバです。都内にもおしゃれなスポットにしかないスタバで、はい、あの限定メニューとか楽しめます。はー、駒澤大学ってこういうね、結構おしゃれスポットにあるわけなんですよね。へー、はい、周りもおしゃれな店たくさんあります。なるほどね。そこでなんか大学生とか勉強してたりとかね。そう、駒澤大学そんな勉強せへん。やめろお前、してるわ。めっちゃ駒澤大学の中で勉強しました。あ、してました。はい、というわけでおすすめの、はい、おすすめのコーヒーです。はい、買ってきました、はい、おしゃれやね、なんか、はい、限定ですからこれ、この店舗でしか飲めない。600円ぐらいします。600円。これ600円します。やっぱ普通のスタバの倍以上します。いただきます。はい、あー、ちょっとめっちゃ炎上してる。え、めちゃめちゃ炎上してる。インドですごい炎上してる。やばい、それ DJ 社長じゃないか。駒澤大学で DJ 社長。あ、そうですか、駒澤大出身か。そうか、だからか。駒澤大学のお兄さん見つけました。はい、駒澤大学の就活事情も聞きましょう。これも、ね、会社とか決まってんのも。そうですね、自分の周りは割と結構うまくいっている人多くて、はい、駒澤でも頑張ってんねや。いやいや、どういうデモってなんだよお前。駒澤有名大ですよ。行けますよ。お兄さんはどこ行ったの。ちなみに化粧品の商社。え、なんでその業界に行こうと思ったの。ね、あ、そうです、もともと化粧品とかなんかまあ日用品に興味があって、はいはい、なおかつ商社っていうのを狙ってて、はいはい、まあ、最後に行きたかったと、はい、そのまあ、そこが専門商社大志望だったんですけど、はいはい、まあ、決まったっていう感じで、はい、その会社よっぽど人足りてなかった。どういうことだお前。バカ野郎、枠余ってた。全然そんな枠余ってたじゃないよ。駒澤大学魅力教えてください。そう、4年間のねキャンパス内振り返って、ね、そうですね、うん、自分入ったタイミングで、はい、なんか新しい校舎ができたんです。え、なんかそこに食堂とか入ってて、はいはいはい、1階が食堂になって実習スペースだったり、はい、結構まあコンピューター室も結構充実してるんで、実習とか、はいはいはい、図書館が埋まってたら、はいはいはい、まあ、そこで結構勉強するみたいな。なるほどね。でも駒澤大学図書館埋まることないでしょ。やめろお前。一言余計なんだよお前本当に。まあ、他まだありそうですね。結構ネタ持ってるね。うん、個人的な魅力なんですけど。あ、いやいや、もちろんもちろん。そういうのでいい。僕丸亀製麺が出た。出た。3回目で損じました。しかもあれ大盛り無料なんですよ。いや、そうなんですよ。あと1個ありますね。なんだなんだ。裏に駒澤公園あるじゃないですか。公園ね。駒澤が有名です。めちゃめちゃ有名な。ここでなんか昼ご飯を友達と食ったのがすごいなんか印象に残った。それ素敵ですね。それいい。そういうの待ってたよ。ね、駒沢公園って都内でもすごい有名な綺麗な公園があるんですよ、はい、そこでランチ食べれるでしょ。そうなんです、ね、めっちゃいいね、キャンパス。それ友達です。はい、おー、いいですね、はい、まあ、ただし陽キャを除く。あ、違う違う、ただし陰キャを除く。ビンヤマ夜は調子いいって聞いたんやけどな。調子良かったはずなんだけどね。ちょっと下だけか。やめろお前。え、あと恋愛とかもね。あ、そうですね、聞きたいですね。化粧品メーカー入るぐらいですか。いや、あの結構自分とサークル早い段階やめちゃったんで、あんまりちょっとそのサークルとかの恋愛事情ちょっとあんまり知らないんですけど。なんでサークルやめちゃったの。お酒が得意じゃなくて、まあ、結構その飲みのペースとかが早くて、はいね、もっとなんか違うことして遊びたかったんで。あ、その駒沢大学駅もそうだし、近くの三軒茶もうね、めちゃめちゃ飲んでる。駒大生の一個酒癖悪いエピソードも知ってます、はいはい、あ、マジで。大学から家まで帰る間にあるコンビニで毎回酒を一貫ずつ買って帰る。YouTuber の検証企画そう、やって、はい、あの家の前で潰れてるってやつがいました。結構あるんですよね、コンビニがこの間に。三茶はやっぱ激
身や。そうですね、はい、あの三茶に今その友達の友達先輩みたいなのがやってるお店とかも結構あるんですけど、はいはいはい、やってるお店があるんだね。そこで結構友達と行ったら、まあ、楽しくて毎回めちゃくちゃ飲んでしまって、はい、自分ちょっと吐いてしまって、はい、そのなんかマーキングして帰りました。いやちょっと待って、三茶の前のゲロをマーキングと言うな。駒沢大学って犬みたいやね。やめろお前、下品やね。やめろお前、駒じゃねえよ本当に。駒犬じゃねえんすよ。駒沢だけに。うまいね。どんな人におすすめしたいとかありますか？確かに渋谷とかも近いんで。あ、そうそう、場所いいね。ファッションとか服とか、はいはいはい、が好きな人とかは、はい、結構三茶とかもなんか古着屋とか多いんで、多いですよね、はい、そういうところとかで遊んでもいいですし、はいはいはい、洋画とかにも杵田公園っていうとこあるんですけど、はいはい、結構でかい公園とかばっかあるんで、はい、そこでこうなんかのんびりしたりとか、はい、するのもなんかいいかもしれないですね。いいね。駒沢大学には贅沢な環境やね。やめろお前。いや駒沢大学めっちゃいいとこであるからね。それは言っときます。はい。というわけで駒沢大学キャンパス調査やってきました、はい。まあ、ちょっと夜中の撮影にはなりましたけども、はい、駒沢大学のいいところとか ね話聞けましたね、はい、いやお前いつも中途半端大学ばっかり言うからさ、駒沢の、ね、今回良さをしっかり伝えられたんじゃないかなといいとこ。とにかく丸亀製麺が良かったと。やめろお前、それ以外にもいいとこあったからね。場所もいいですし、すごく素敵な大学やと思うんで、ね、ぜひ皆さんも、ね、考えてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタでも絶対お願いします。じゃあ今日この辺で、ね、ボーイ。